お互いの好きなとところかあったりするお互い多分本当何でもできるしめっちゃわかりやすく言ったらめちゃめちゃラップをかましてくれてで俺はもうちょっとメロディティックなちょっとフローがある感じなまあ似てるよなでも二人は似てるしょっちゃ一緒だねあんま話してないもんね本当に東京来てからマジで会話してないねもうそのいい意味でモデルってやっぱ稼げるの稼げるのかなやっぱ俺が一番好きな理由はめっちゃポジティブになれるっていうか嬉しいそのパシャパシャされてる感じとか気持ちいいよね普通にそうかそうか普通にやっぱ儲かると思う そうなんだとりあえずポーズとりあえずポーズとりあえずえいサブカルとかも結構好きなのアニメとか好きだね俺は少年ジャンプが好きなんだよね臭さといい何感動なんかファニーだよねアメリカのアニメはあ確かにね笑える笑えるってなんかくっさいね最高うん忘れかけてたわこの臭さみたいなねもっとやんねえとこの臭さとみたいなやっぱみんな好きだよねうん はい。いてことで、今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは、次世代、今人気上昇中の二人組ラッパー、ショウウィーです。お願いします。 ジョイスレ、ジョイスレ、イよろしくお願いします。よろしく。y いやありがとうございます。今回は。ありがとうございます。んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。いやもういろいろまあ俺もまあラップスターとかから知ってっていうのもあったんだけど北海道で来てもらってまあいい関係でつながりで北海道邪魔しました。だからどうだに紹介されたもんそうだね。俺は。そういやでも俺もめっちゃあの注目してたっていうのもあったしだからその時にやっぱ聞いててめっちゃなんか。 あの時のさ、ライブもやばかったよね。あの、あキング・ムっていうね、キング・ムー。そう。うん、最高だね。やばかったステージもいいし、マジ最高だった。ね、なんか、ショウィーはなんか、ライブがすげえ、なんか、やっぱ、デヴチだなっていうふうに感じた結構でも、なんか、まあ、俺らはいつも通りだけど、行ってくれる人多いよね。ね。 本当にやっぱね、自信ないわるね俺らライブやばいっぽいな。いや、ライブはマジやばいっぽい。暴れに行きたいっていうか、かましに行きたいじゃん。お前ら覚えとけ、俺らのこと。ええ、本当に。そうですげえ盛り上がってたもんね。生らやばかったな。生らやばかった。生らリット。生らリット。え、このショーイズリットっていつからやってんのいや、もう本当、ポーズ。俺らポーズ。2018ぐらいに。 そのショーウィスリーっていうのが生まれて、もういいね。たまにずっと使ってんだけど。これいつ生まれた。かこれあるょこの前のアベマの。そう、なんか最近俺アベマのなんか、あの恋愛番組みたいな出て。モニタリ。いや、恋愛なんだっけな、あのコンパ。まあ、あのモニタリングされるみたいな合コンを。 あ、そうなんだ。見てね俺面白いそこでなんかこれが出た。これが生まれた。It's l えぇ、覚えとけ。show is lit. L's up.L's up.L なんだよね、リット。リットの L だから。リットの L なんリットはね、燃える。 熱いみたいないいみたなそういう感じスラングでもあるんだけどそういう感じだった結構でもじゃあレア番組もそうだしラップスターとかもそうだしいろいろ多分出てきてると思うんだけどやっぱ人気上がってきてるなって感じがするそれはめちゃめちゃ感じるねやっぱ聴いてくれてる人も増えてきてるし超嬉しい熱いね悲しいしいつぐらいからそういう動き変わってきたなっていうかこうなってきたなって思う人気の上がり方っていうか 俺らはその s h o ウィーでレッドストーンってアルバム出してまあそっからなんか始まった感じがあるね d j ジャムと s h o ウィーのレッドストーンってアルバム結構めっちゃ豪華なフューチャリングがめっちゃ多くてまあそれこそ誰だっけルータ君ジャンクマンゆるふわ サンタ、レオン、レックスでシークレットでチ b イ倍ンも入ってるあと中国からマシュウェイもたまたま来ててハイヤーブラザーズのマシュウェイマジでマシュウェイも入ってくれてるしそこから何か始まってで次の年にラップスター出てって感じの流れだったねああそこでガンガン上がってきてっていう感じででもんかさ俺もまあ レインソーがさけもうファイナルまで上がってたわけやんそれでなんかそのラップスターンあるとか見てたんだけど結構もともとそのジャムさんとか結構もう繋がっててそれこそレッドストーンとかもめっちゃいろんな人豪華。さっき話聞いたけどそ,そ,そ,それはももともと繋がってたのうんうんレッドストーン<な>いやレッドたまたまが多かったよね作ったのなんか面白いよねその全員ジャムさんの友達なんで全員そう、ね、あそういうことねでジャムさんとショーウイでスタジオ作って、うんはい で三宿にスタジオがあるんだけどブラビューラっていうそこでやっててでジャムさんがいろんなその全員友達だからスタジオ呼んでで俺らももう俺らのスタジオだから普通にいるわけよスタジオに曲作ったりしてジャムさんで作り終わった後になんかちょっとセッションしようよみたいなジャムさんがビート流すと俺ら大体フリースタイルするからそれでなんかみんないいじゃんみたいなでそれでできた曲たちを集めたのがレッドトーみたいな。 なるほどね。こう狙ってたとかじゃなくて、結構たまたま。みんな遊び来てくれるから、スタジオに。そうそうじゃあ、なんか作ろうぜ、みたいな。みんな乗ってくれるし。で、なんか、あれ、こんぐらいできてんな。結構、あれ、めちゃめちゃうみたいな。明日はしたいいよみたいになって。そうだ。すごいな。え、両方ともフリースタイルなのもう全部。俺らはもう、それ以外分からないね、あんまレック方法が。もう絶対、その場で、その場の思いを吐き出すみたいな。昨日あったこと、今あったこととか。 スタイルがねあそうなんだゆきたもそういう感じんもう自分そうだねうんそうだねスタイル変わんないよねマジでね本ほんともう初めて俺がジンスでレックした時からそういうスタイルだったあそうなんだあんま携帯使うとかそういうなかったな意識もしてなかったとじゃあ歌おうみたいなマイクセットしてああそうなんだえどっちからさラップやろうとかっていうふうに誘い始めたって感じねこれめっちゃ面白いねそれが地元にライブハウスがあってはい 名前なんだっけループループかなループだよな多分ループ。でまあほんとバンドマンがめちゃめちゃ多くて地元超多い。でよくライブとかなんかみんなバンド組んでやるようになって俺ら全然やってなかったんだけど。でなんかある人がドタキャンしちゃってライブをどうするみたいになっちゃったっぽくてで友達が「蓮舫なんか歌うの好きじゃん」みたいな「ちょっと一回出てみ」みたいな感じで「いや俺ちょっと一人あれだな」みたいなそこをビクトル誘って二人で出ようよみたいな。あそうなの そこに出てでも曲とかもちろんないじゃんそうだよねとりあえずなんか好きな曲歌おうぜみたいなカラオケ So w h e we get drunk So w h e we smoke w e e で人で歌ってでも結構そのみんな上がってる上がるっていうかその反応はしてたから上げ上手であったかもしれないねそっからね俺らの曲じゃない自分の曲じゃねえのにぶち上げたからねそうそうそうだったで ああのまあやった時に終わった後めっちゃ気持ちよかったねみたいな、うん、そっから始まったちょっとこれよくないみたいなやろうぜですぐやっぱそのちょっとダセなみたいななんで俺らカバー歌ってるのかなって <laughs> オリジナルのなんて <laughs> そ攻ねその次の次のライブぐらいでもうとりあえずじゃあオリジナルでやりたいからってって携帯のアプリダウンロードしてビートメーカー2っていうのがあるんだけどそこでビートを作り始めたねああそうなんだ、ね、でレックとかもできるからアイ h o のそうそうああなるほどね あれでやっだから、俺もすげえ踊れたんだけど、2人でビート柄全部作ってんそうそうそう、だから全て同時なんだよね、このアプリやばくね、ちょっと2人でやろうぜみたいな。で、2人で別々で家で作って、また集まった時にこのビートやばくねみたいな。で、同時に確か18歳の誕生日のときに、俺はパソコン、親からの最後のプレゼントで、パソコンもらって、2人とも12月だから。 あそたぶんだその多分同じ時期ぐらいにパソコンを受け取っゲットしてて、ねえー、で2人同時にじゃあエーブルトンってやつに変えようぜみたいなソフトガンのそれになったねそっからえーうん、そっからもう最初どういうふうになんかビートをつけ方とかは 最初なんもわかんないわけよ、うんうん、YouTube 見てたんだちょっとちょっと,っと、うん、YouTube でも見ても英語わかんねーしな、うん何だよこわかんねーみたいな <laughs> もうわからないわからないんだよなんかあいつらの喋り方がむずいんだよ、ね、<laughs> な,んなんか英語みたいなういう英語自体わかんだけどこいつらの真面目ななんかその <laughs> そうそうあのちょっと聞けないっていうかなんか <laughs> でもうどんどんこう <laughs> 耳でも結構耳で学んだね、独学かも本当に。マジで、聞いてってことそう、本当にこうやっていじったらこうなるんだとか。あ、リバーブって響くんだみたいな。うん。エコーってこのことねみたいな。あ、そうなんだ。そう結構、やっんね覚えたよね。で、これ入れるとめっちゃやべえよとか。そうだ。え手探り全部やってた感じだ。そうだね。かなり手探りしたねかなり。すごくね、それ。楽しかった。 かなりなんで覚えたたんんだだろうね,ね好きだったんです楽しかったんよ多分相当、うん、そうなんだえ、うん、最初なんか聴いててなんか参考にしたじゃないけど、うん、ビートメーカーとか曲だったらって、ね、曲最初うんまあでも、まあ、それこそ,そのめちゃめちゃそのヒップホップとかトラップにハマったのは、うん、そのロッキートラビスとかが出てきた時、うんうん、やっぱあと Wiz とかはいはい、はい、なるほどねなんかそこら辺は聴いてて。うん でなんかいきなり音楽やろうとなった時はでも結構、感覚でやっちゃってたよね、最初はずっと聴いて作るとかっていうよりかは、とりあえず、なんか、ポチポチポチみたいな、マジでトラップのこん,なこんなっしょみたいな、っチみたいな、そういう感じでやってたんでずっと。あそうなんだ。すごいバイブスだったよね、オンリーで、かなり実家で、爆音で。結構怒られてた、俺、姉ちゃんとかに。 ううっっせせよよ俺らのやってなんか昼働く朝働くか夜勤の週が1週間ずつあってなんかその夜勤の週とかにそれやるともう夜の8時に出ないといけないので俺らもうずっと昼からブッやってるからもうもうもう。 不機嫌。<laughs> うるさいよみたいな。<laughs> まあそうだよね仕事がね。でも分かってくれてたね。なんだかんだ結構俺らもいい感じに今俺の家親いないからオレンジだろうぜとか言っていない時にやったりしてたね。いいなもう二人ずっと一からずっとやってる感じだ。そうだね。あそうなんだ。えお互いのなんかスタイルお互いの好きなところとかあったりする？このレンゾーのビークターのこの部分が好きとか。まあなんかお互い多分本当何でもできるし何でも好きっていうのは変わんないんだけど。まあやっぱなんか。 めっちゃわかりやすく言ったらこうめちゃめちゃラップをかましてくれて、うん、で俺はもうちょっとこうメロディーチックなちょっとフローがある感じな歌い方そこが一番の違いかなって分かりやすく言ったらちょっとラップと歌じゃないけどそこまでは言わないけどそんぐらいの感じかな。 まあ似てるよなでも二人は似てる一緒っちゃ一緒だね同じドッペルゲンガーって言ってもいいぐらい <laughs> いいぐらい感じではあるフィーリングもねーリングも結構あるやっぱそうだねあんま話してないもんね本当に 今とか俺ら18で東京来たんだけど東京来てからマジで会話してないねもうそいい意味でもうあの目でわかるもう曲作って始めてたらもうそこ取撮り終わったらそこマイクのとこ座りってみたいな続き通るからオッケー o k ケーみたいなこれ曲こういう曲作ろうぜこうこうこうとかマジでやったことなかった最初そうなんだホントになかったもう大体わかるし何かこういうことだろうなんじなんだろうみたいなだろ すごいねだから2人東京行って2人付きあいを作り始めてみたいなことだよねすごいね最初は何一緒に住んでたのうん超やばくて東京来た時に同じ不動産行ったんだよね同じ不動産行ってでまあ近くがいいっすとは言ってたんだけどまさかの俺の家が先にちょっと1日2日ぐらい先に決まってで次の日にビクトルの住所届いてお前どこって見たらもうほんともうワンブロック こっちみたいなその道1本だけ挟んでこっちなのよあっそうなんだ最高だったもう隣歩いて30秒とかええそれはもう打ち合わせなしでそうだったんだ打ち合わせなしでいきなりもう隣すごいねんなら地元より近いじゃんみたいな地元より近かった全然地元もうちょい5分ぐらいかかるわけなん30秒えその時期はどっちかの家にいたよねそうだね近いからもうこっちにいるかこっちに全員いる友達も どっちかにいたやべえ、俺んち電気止まったワードがあったもんだ。<laughs> お前んち止まっていいみたいなんだ。やっぱ最初、大変だった。東京って。最高に大変だった。まあ、本当フリースタイルだった、めっちゃ。<笑><笑>人生もフリースタイルだった。<laughs> 俺らは本当に人生がフリースタイルっていうのが一番わかりやすい。常にいい意味で何も考えてないというか、うそのすぐそこで考えるみたいな。う <laughs> もう行き当たりばったりで、あこうなったら、まあ、じゃあもうこうしようと。そういう感じなんだ。 やばえちなみに2人の東京に来て一番大変だったエピソード一つ一つ聞きたい、うん、なんかある大変だったエピソードえもうでそっか俺ら結構最初一緒に動いてて、うんこうね、全部一緒だったから例えば連想がこの用事できたら俺もこっちに行くみたいな俺がこの用事でたらこっちに行くみたいな<ー>だからある日なんかちょっとある用事で 連想がこれ忘れてなんかちょっとすっぽかしちゃったみたいな、うん、でそ,れそれが連帯責任になって,て俺らいつも二個一だったから <laughs> あそうそうだからじゃあお前,お前もだからって,ってそれお前ちゃんとしないお前も悪いからって,ってその時に先輩にも本当怒られてもうそれめっちゃ覚えてるあ<の>もう,もうあのスタンガンスタンガンでぼこされたみたいな<もう> <laughs> おめえやみたいな<笑><笑>連帯責任俺一回逃げそうになって最初こっち帰って連帯責任だからって俺もう行っちゃったもんねおめえ逃げんなみたいな マジで2人一緒だろすごいね俺は結構ねシンプルに俺が多分バイト遅刻しちゃってそれが多分23回目ぐらいで「お前舐めてんだろ」みたいなでちょっと謝る電話も遅くてみたいな連帯責任で怒られるっていうそれめっちゃ覚えてるされボボココ確かその時めっちゃ面白いのがサンタとサンタワールドビューとあとリック・ジー ラッパーがたまたま俺んちにいて、うん、で俺らじゃちょっと先輩に呼ばれたから行くわっつってで、うん、あの二人は俺んちで待ってて、うん、で俺ら帰ってきたら血だらけって、ボコボコ、ここ <laughs> お前どうしたのみたいな、やばかったあれは、<laughs> かったよね。いやマジでそのサンタがレンソに <laughs> えマジで顔じゃん赤くねみたいな。<laughs> 触っまあちょっと濡れてるみたいなちょっとまずいってみたいな、えー、俺らも気づいてなかったからそれまでこそんなに血出てることすられてそうなんだ確かに結構やられてんじゃんみたいな <laughs> ちゃんとしようみたいな引き締まったねうん舐めてた <laughs> <laughs> すごいな <laughs> うわ大変だわあったねあったんだいろいろあって ちなみにやっぱまあいっぱいあるとは思うんだけど二人でやっててよかったなと思ったあったりするああうんそれこそまあ俺とかはラップスターとか行った時とか結構俺もその時期にめっちゃ変わったしものの捉え方とかそういうのない普通にこういう相方こう相方とかがいなきゃか最高だねそういうとこで結構感じたわあそうなんだええのどういうふうなこと感じたのなんかこう 学ぶっていうか受け入れたりすることとかうんこう学んだ、ね、こうやっぱこう身近な人がこんなかますとやっぱこう,こう普段些細些細なことこう伝えてくれる時とかもそれちゃんと受け入れたりしてみようかなとかなんか忘れかけてたことがと思い出すねなんかへ<ー>うこう一回立ち止まって周り見て、うん、俺,俺,俺,俺こうだわみたいなそうだねあったね結構受け入れることを覚えたねああ<ー>そう ないね、うん、そうだね今まで結構そういう経験がもうプラスになったらっていうのはやっぱりかなりやってよかったなってあそうなんだえちなみにさあのなんか担当とかはあんの今たあその曲作りとかプロ、うん、モーションとか分、まあ、かんないけどいろいろあるじゃんアーティストとしての活動はいろいろあるうんうん、うん、あのー、あ担当だよねそう担当なんか まあでもビートは二人とも作るし、うん。まあでも今はちょっとそのそれこそずっと俺ら一緒だっていう話今してたじゃない。であの。ちょっとそのソロアルバムとか最近は今年来年とかは。あ,あ、そうなんだ。ちょっとソロメインで動こうよみたいな話をしてて、うん。うんうんうん。ちょっとそれまあソロでもやってんね最近は。曲とかも結構ソロの曲とかも。多い、ねうん、ああで本当去年今年とかから、うん。はいはいはい。 結構ちょっとソロもメインでやるようになってんな最近。うん、だからずっと一緒だから<う>いい意味で。昔、うん、と別でも、ね、別でやろうよみたいな。あそうなんだ。うん、だこれからいろいろじゃあお互いのソロの活動とかもしつつ。うん、うそうだね。うんうん、結構。 俺ららの色がはっきり出て始める時期だだと思うねか次また勝利でくっつく時はマジで楽しみにしてほしいホントにリスナーにも結構すごいもん見せれるようするお互いパワーアップして一緒に作るとそうだねちょっとまた別の修行中っていうかそうそう個人修行今個人修行個人修行はそうだじえ実際に今じゃあ一人で動いててなんかここ二人だったら楽だったなとか今一人だから大変だなとかまあシンプルにめっちゃシンプルだけどその 歌う量は増えるっすよね。ああ、まあそうね。長くなるよね。今までこんぐらいで終わってたんうここで終わってたら、この次、ビクトル来るはずなのにじゃないけど、ちょっとじゃあ俺がもうワン展開ね。そうそう。っていうのはあったね。確かに確かにあったとかで。あった、作ってそれ結構慣れてきたでも、今は。うん、慣れてきたね。ああ、そっか、そっか。いいね、いいね。ちょっと話変わっちゃうんだけど、結構その。 ちょっと多分ラップさーとかも話してるとは思うんだけどお互いのルーツを知りたいなと思ってて一人ずついいですかルーツって言うと両親がどこかで俺はねお父さんがペルーと日本のハーフでお母さんがペルー俺ちょっと日本の血は薄いけどペルーのハーフだね、日本と。俺は日本生まれで 確か宇都宮で生まれてで2歳の時に茨城の神栖ってとこに引っ越してで2歳の時に出会ってんだよね。2歳の時に出会ってでときにちょうどビクトルはブラジルで生まれてちょうど2歳の時に来てブラジルで生まれて日本に2歳のとに来ておが日系のブラジル人で母ちゃんがスペイン人、ジュンの2歳の時に来て結構やっぱ南米の人多くて。 家族同士くっつくとこも多くて親戚いないしみたいな結構俺らはくっついてくっついたらもう一緒にいたねそうなんだ2歳の時に会ってそこからもうずっと一緒なのそうだ親が多分先に仲良くなっててそこから俺らもずっと仲いいみたいなくしゃみすんなったえ小学校の頃は実は一緒なんだっけそうう幼稚園ぐらいから幼稚園ぐらいからずっと一緒なんだけどすごいね 小学校の時めっちゃ多かった。そう本当に多かった。毎週日曜日、そのブラジルのトラックとか来てた。来てた来てたよね。海外版の DVD とか売りに来て。みんなもう、歌詞とかブラジルったり踊ったりみたいな。今思えば、めちゃめちゃのナンパ場だったんだろうな。外人たちのナンパ状になったんだろうな。俺らめっちゃガキだったからかわなかったけど、今とかあったら、ありえないもん、今ね。行くもん。確かに。な同じ国の人いるんだ今なくて。 今なんか今はもう全然震災があってから全員帰った入れ替わったそうなんだブラジル人の町だったけど今はタイ人と中国人がめっちゃ多いへいきなり変わだからそれ見れてるのすげえなと思ってんか町が変わったもんえ実験帰ったとかすんの二人は 全然しないやばいもうずっと帰んないとこれ2歳とかが最後かなペルー行ってんのそうなんだマジかずっと日本ずっと日本ずっともう日本ブラジルもずっと俺もブラジルね小学校4年生の時に行って1年間ぐらいしかないあそうなんだ なんかいとこの感覚とかが本当だからこっちのいとこより俺とレンスの家族とかの関係のいとこっぽいみたいなよく最近親と話すんでねそうこと結構あんまそのブラジルの家族やっぱ血つながってるけどあんま家族っぽさあんま感じたことないって正直に会ったことあんまないしみたいな愛してるけどもちろんみんなのことでもそのんか面白い面白い感覚なんかえなるほどねえお親とか今もかみすぎいるのかみすにいるの親はね 俺の親は、お母さんだけ引っ越した。あ、そうか。つくばのほうに。つくばのほうに。そう。だ悲しい、実家がないんだよね、今、カミスに。ああ、そういうことか。この前、レンソンの実家行って、ちょっとゆっくりしてた。あそうなんだ。えじゃあ、結構、その、カミスには結構帰るんだ。うーん、そうだでも最近ちょっと少なくなった少なくなった半年に一回とかになってきちゃってる。え、忙しいやっぱ、そうそうそう。案外、少なくなってないけど、そうなんだ。え、どう、実際、やっぱ東京にもう18人きに何年ぐらいいるのも。 十八で今二十四だから六年かもそんぐらいかにな2七年目になるぐらい全然違うね違う全然違うとかっていうかもう世界が違うよねあま別の世界っていうだってまあ神栖で歩いててスカウトされるとか死んでもねもん死んでもない東京しかないよねまあそうなんだそういう感じだ蔦山へ激アツって言ってたよねえマジでホントにマジ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 で行ってあすいませんみたいなうん うん、もう。 何な,なら、もうその、俺らがその噂聞いた時多かったもん。なんかる、ね、バッチリやつ、きのやつがこういなんか、いた何も待って、なんか、誰も待ち合わせしてないけど、待ってるだけみたいな。待ってる、絶対同じやん、こいつみたいな。今思えば絶対そうじゃん。<laughs> そう, <laughs> そうだね。え、最初、その、俺、そのスカウトとか受けたことないから、その、どういう感じのポゼスしたのすいません、みたいな。あ、もう本当に。芸能事務所のみたいな。いや、まあ、俺らは、なんか、オーリーの雑誌なんですけど、何の雑誌オーリーマガジンっていう。オーリーわかんない。あの 系統、ね、雑誌みたいなのあるんだけどとかあとウーフィンとかなんか前あったんだよねちょっと前に今ないけどウーフィンとかもよく呼ばれてたしそこで一回知り合うとこう次とかが来るんよねその一言ン交換してそ,うそ,うでそれでいろんなね違うとこから来たりそこから仕事が来てたよねそうなんだイス Y3 やってたからね,そ,れでもねそう Y3 最高だったどうだった やばかったもん。まあでも、確か朝の六時集合で。ああ、結構きつい。で、茨城地元の全然知らないとこ。うん。なんか行って。うん。車がその十台ぐらいこう重なってるとこがあって。へえ。なんかそういうところで撮影したんだけど。うん。で、撮影は二十分ぐらいで終わって。うん。夜の八時に帰ってくるみたいな。え、二十分。三十分。マジ。そうそう、もうほぼ待ち。マジ。 やばいね、長かった。え、それは20分パパッと撮って終わりってことなのえ、その前はもうライティングセットアップとか、そういう感じあ、そう、その前、移動とセットして、えぐいな、それ。十二12時間、時間以上ぐらいいも、そっか。長かったなと。え、街も仕事の一部なんだね、やっぱり。もう、で、めっちゃ逆に、めっちゃ短いのとかもあんねうん、そうなのこの間、バレンシアガとかは、本当パパッと1時間とかで終わった。え、早いね。 すごいめっちゃ服着づらそうだけど1時間でもやばいねん。なんだもねこんなブーツ入ってたよ。あれ1時間でもやばいねやばいよね、別にバレンシャインがモデルなんでやばいよね。めっちゃめっちゃ嬉しかった。結構俺これすげえなと思ったのがなんかアナアキさんにビートもらって何個か。で、その中にチャキズルさんのビートがあってこれやべえと思ってう速攻レックして。 でそこのリリックでなんかちょっとそのバレンシアがマジでクソかっけえみたいなちょっと英語で言ってるリリックがあるんだけどちょっでそのリリックの次の日にいきなり DM でなんかバレンシアがのモデルやりませんかみたいな来て引き寄せちょっと引き寄せっていうかもでもよくあるからそのすげえびっくりしてるんだよねそのワイスリーの時とかもそうだったんだけどちょっとこう歌うとなんか。 次の日ぐらいに何かそのモデルたまたま来たみたいなマジすげえ嬉しいさらに離陸になるよねそうだよね確かに確かによ出してんだろうね歌って出すことによって帰ってきてんだろうね適応性みたいな感じなのかなすげえなと思って言ってみるもんじゃないマジなんもそうね言ってみるもんじゃない DM で来るんだねバレンシアガすごいでもバレンシアガかっていうかその撮影の担当者からみたいなそうそうから来てえ そういう感じなんだ。そうそうそう。え、結構、その、オンラインとかで来ることが多いの、モデルの仕事は。俺、マジでインスタ、もう、インスタ神。インスタ神命ぐらい。ビートも送ってくるし、インスタ、ファン知らない人とか。全部インスタって言ってもいいぐらいの勢いだよね、最近はやっぱ。あとは g メールとかに来るとかもあるけど。確かにね。インスタ、すごいね。マジですごい。 実際にやっぱそのインスタの雰囲気とかでもやっぱ来てるのかなっていうのもあるのかなああまあまあ、しっかり見てくれてると思うそうういう人とか。なるほどね。似合う、こいつら似合うみたいなとかしっかり見てると思うな。なるほどね。ちなみにさ、今までどういうブランドのモデルやってきて、どのブランドが楽しかったとかある結構めっちゃやったことあるよ。そティンバーランド、G-SHOCK 最近はラージ、ちょっと多めにやってて。 ま y3。バレンシアが一回ね。なんか謎に。あの変なブランドのなんかね。ジェイソウルブラザーズのなんか、あのブランドがあって、それので戻り1回やったんよ。本当はやりたくなかったんだけど。 あのギャラめちゃめちゃよくて、<laughs> そん時は負けた。<laughs> やっちゃった。やっちゃった。<laughs> まあ、でも、全然、なカメラマンとかもしっくりして、めっちゃこう、俺的にいい写真が残ったから。まあ、いいけど、そのブランド自体は、まあ、まあ。ノーコメントで。ノーコメントでいきますか。<laughs> ブランド自体のコメント <laughs>。<laughs> <laughs> でも、やっぱ、その短いといいなって思わない。まあ、そうだね。ぱ<う>、もう、よっしゃ、金稼いだって感じ。あ、そっか。早いと、楽ね、やっぱ、こう。 こ最高の気持ちのときで終わりたいよねこうなり始めたらやっぱもう取るときもちょっとこうね借りてぇなって感じになってるよねもうスタジオも一緒本当に曲のときも一緒もう最高のときに出来上がるときが一番いいね曲がみんなこういうときに曲が完成するともうパーフェクトそうか本当に一人でもこうなりしちゃってるともう今日やめよか先輩が今日あかんかえ、そういうこともあんのリアルに そのやっててで俺らとかはないね、2人とか<ー> 2> 例えば誰かプラスの時とか、4曲目とか、かちょっと集中切れてきてるなとか、先輩がたまに言ってくるね。そうなんだ <laughs>、まあそっか。え、ビクトル的にはどのモデルは結構。俺はね、何やったっけな、最近、最近、あえっと、ウィンドシー、あんま知らないブランド。 ちょっっと名前違うねなんだけウィンドアンドシーみたいなそれの面白くてその撮影ビヒトー最近やってたんだけどジャンクマンわかるジャンンクマとショウイでやる撮影だったんだけど完全に俺忘れちゃっててほんとこういうことしたことないんだけど忘れちゃっててまあ何時6時半ぐらい集合で。 でも起きたのが多分10時ぐらいだったしやべえみたいなみんなで蓮莫ちょっとこれ捕まったみたいな <laughs> こういうのあんまなくないみたいなめっちゃ面白いな普通に寝てた普通 <laughs> <laughs> に俺あのちょうどなんかねちょうど大丈夫だってなんか先輩たちも。 ゆるい先輩たちがめっちゃ嬉しかったみたいなもうお言葉もいくっしょみたいな全然いけるよみたいになってたもう全然大丈夫インスタ見たら2人でバチバチにポーズ決めてたからバチバチしめちゃったよかったあ二2人セットの撮影も結構多いんだ久々だったんだそうめちゃめちゃ久々なんかそれこそオーリーでうん いきなりスカウトされてモデルするって話したじゃない。その、たまたまかぶってる時あって。あ、そうなんだ。あ、みたいな。お前は氷、俺も今回出るよ、みたいな。あ、そうなんだ。でも、すごいレアだったね。めっちゃ久々にこの間一緒に撮るってなったんだけどそうなんだ。ちょっと行けずで。何だろうこの前、あ、こロパーカー、i ーキングクラス。友達のブランドのモデルしてきた。おこいつらはやばい。全部ハンドメイドで作ってた。ハンドメイドなのしかも。よ なんか俺らも結構一時帰このふフワフワんかファーがついてるサンダルがあるんだけどそれと同じ人なんだよね作ってるのが。かな最近モデルそういう感じだでもらってきたこの服くれたお撮影してそのままちなみにブランドなんかファッションポイントとか結構やっぱおしゃれなイメージがある,あるわ大好き服ね。服はもう本当にまあラップ並みにって言ってもいいぐらい本当すげえメインで考えてるし 毎日つけたいね服はどういうふうなものが多いの結構撮影でもらうこともあると思うんだけど買いに行ったりとかもめっちゃ買いに行くそれもそうだしライブで地方行くと絶対みんなで一回回るあそうなんだなんかそういう古着公とかセカストとか行ったりするあそうなんだセカスト行くんだ好きだな俺古着とかめっちゃ好きだななんか結構案外去年とかの服で 誰もほんと着,てな着てなかった服とかあるよとかが結構あったりして、はいんね、かそのブランドの誰も、うん、これ着てる人見たことねえなみたいな服がすごい好きでアーカイブ系とか好きだし。 ちょうどいいよね、古着好きだな、俺めっちゃ。ちょうどいいよね、やっぱクラブとか行って、服かぶってるやつ多いんだみたいなももあるし、やっぱそういう買い方すると全然かぶんない、ほんとに。やっぱそうだよね。着てるやついないっしょぐらいの俺らも感じできて。かぶらせたくはないね。そうだね。今日とかもやっぱ、絶対見たことない、こう、なんか、おい最い。 でもあと俺らはマジでもらいもんが多い、うんうん、もらいもんと交換めっちゃするね交換するの服めっちゃするカードみたいな感じで <laughs> 確かに <laughs>、うん、めっちゃ交換するしそれが多いねこれとかも、うん、これはそのジャムさんがくれたんだけど、うん、ちょっともらいもんとかやっぱ多いね先輩のお下がりとか最近去年今年はそういうのが多いかもいなるほどもし買いに行くとしてはどういうの買いに行くのどこに 古着がメインってお話でしたけどえっとまぁマジでたぶん古着が一番多いなあとはそのブランドとか見て好きなのがあった時に買いに行くぐらいそのインスタとか見てうん結構古着がメインその結構あのみんな知ってるあの店とかんか行かないかも確かにああそうなんだ結構ちゃっかりしたとこで買い物してる俺らそうなんだちなみにんかそのなんていうのなんか 好きなブランドとかはそんなないってことじゃない,なないまあそのギャルソンもちとかそののはめ,ちめちゃめちゃすごいメインで好きだけど結構かっこよくて柔軟なるね何でもよみたいな形だったりかっこよければっていう感じで着てるね服はスタイルとかめっちゃこのスタイルがいいとかじゃなくてやっぱ着た時にいいなとかそういう感じはそうだね結構意外だな,なんか着こなしで気をつけた方がいいこととか 多分めっちゃおしゃれだなと思ってる人がいっぱいいると思うし俺もおしゃれだなと思うしなんか俺最近めっちゃ気づいたのがうん、うん、えちょっと前まではめっちゃ好きな服着てたそのシンプルに好きな、はい、着心地いい好きな、うん、最近はめっちゃ似合う服着てる例えば前まであんま M サイズ着てなかったけど最近ちょっと俺これ似合ってるじゃんピチピチで漫画みたいなでちょっと着てみたり、はい、結構、ね、似合うやつを着てる最近俺この身長だから俺これ,これ似合うわこれいってみようかもなんかやっぱ 似合う感じねあそうなんだね好きなやつっていうか似合うやつ着てる最近めっちゃえ試着とかを結構する時間かけるタイプいつも俺彼女にめっちゃ聞いてる服いつもこれ同居みたいなそうなんだ俺も確実にもう一目惚れ以外でしか買ったことないもうその惚れたらパッみたいなそういう感じだ買う時ねもうわかるそのこれ俺似合うわみたいな確かに買う時は一目惚れかもね確かに買う時は彼女これないっつっててももう無視 ないよって言ってもいやいや何言ってんの買うでしょ結構聞くね俺結構彼女に聞くんよねあそう今日これどうみたいなえこれそれこの前入ってたから違うんやった方がいいよみたいなとか結構言ってくれるから違うにしようみたいなえそうやろ結構服あるでしょうだよねでもね家にね結構あるかもどんぐらいあるのミ品パンツとかどんぐらいあるのえっわかんないよどんぐらいあるガチで100枚とかは全然あるマジで ?100 枚こう俺もう普通に床に置いてんだけど だいたいこんぐらいのパンツの束が78個ぐらいこうマジてあるやば<ジ>、うん、であとかけてるゾーンとみたいな服多いな服多いそうだよねやっぱでも本当その去年今年はモデルとかもちょっと多かったからその、うん、もらい物はかなり多かった、うん、そのブランドの服とかなんかそれこそラージはめちゃめちゃもらえる もららっってたたか結構来ちゃねやってたもんねコラボレーションとかもねどういう感じだったのあれはどういう声かけられてああいうあれは d j ジャムがラージで働いててあそうなんだそうでんか PR とかっていうのかなんかいろいろやってたり音楽面のねそうそうで多分ラージとかいつもアーティストとコラボして服を着させながら 曲も取るみたいなそういう企画やっててそれ多分組んでるのがジャムさんだったりしててで俺らめちゃめちゃ仲いいし曲もいっぱいあるからちょっとじゃあ今回勝負お願いみたいなええそういう感じですもう本当ジャムさんがそこはラージはジャムさんつながりだね結構いいんですかこれ普通に 断る理由はないですよ、言ったらめっちゃ友達から来てる案件だし、その終わりにはギャラもいいし、ちなみにちょっと戻っちゃうんだけど、モデルってやっぱ稼げるのうんまあでも稼げるのかな、やっぱその比率とかで考えたらめちゃめちゃ俺はいいと思う。でも 俺が一番好きな理由は元気がもらえるっていうやっぱめっちゃポジティブになれるっていうかの嬉しいパシャパシャされてる感じとか俺も自信ね持通にそれメインでやってるけどでも普通にやっぱ儲かるねと思う。うなんだ家賃を払えるね全然全然そのくらい。面白そうだなでも楽しいっていうのが一番あると思うの間違いなくね。気持ちいいい楽し 勉強とかしたのモデルのーとの勉強とかまあ全然全然もうもうとりあえずとりあえずポーズとりあえずポーズとりあえずエイチョイスレッツえマジで撮影現場行ってんのチョイスレッツとかいやまあ結構俺絶対撮影現場絶対自分の曲かけるから絶対かけるこれあのスピーカーあるんすかブルートゥースあるですか?」みたいな速攻なかったら携帯で流すぐらい 気分いいね <laughs> いいねでもその、うん、自分で、ね、仕事してから曲流してとかねそうそうん、それは危ないな余計なんか楽しいなーみたいなかねそっかそっかなるほどなうわいいないいな、okay、ちょっと変わるんだけどうん、うん、なんかそのサブカルとかも結構好きなのアニメとか日本のあめちゃめちゃ好きだ、ね、なんだ。俺は本当に二十歳からハマって俺幼稚園とかその小学生中学生の時は、うん、ちょっとなんか 嫌いだったんよ日本のアニメがなんかその見たくないみたいなやっぱちょっとアメリカのそうニケロディオンとかカーツーンネットワークディズニーチャンネルもうここメインで見ててなんか嫌だったんだよねその日本のアニメ見てる感じがでも二十歳から本当少年ジャンプ」多分俺少年ジャンプが好きなんだよねそう多分もう臭い感じその臭さという感動なんか一応全部似てるじゃんその「s の a m d u とかもさ いろいろ好きなんだよなスラムダンクもジャンプ系なんだ「週刊少年ジャンプ」なんだ多分そうなんだ確かに「スラムダンクが最初だったかな一番最初の「少年ジャンプ」アニメ俺漫画読めないから字絶対読めないから俺当に頭痛くなっちゃうんで字読むとだからもうアニメしか見ないんだけど見て。 そうおもしれえじゃんと思ってああ、アニメ面白いよな。めちゃめちゃいいね。なんかやっぱアメリカのアニメとかと違うね。癖だよな。ね、ファニーだよね。アメリカのアニメああ、確かに。笑える、笑える系とか。日本のなんかいね。最高。忘れかけてたわこのクサさみたいな。ね、もっとやんねえとこのクサさとみたいな。やっぱみんな好きだよね。なんだかんだね、男はやっぱね。好きだよね。今ハマったるアニメとかあったりするの？今、今は。 <い>え最近見たのはルト見終わってそうだナルト最近ちゃんと見終わったねうんうんでフルで見て最近はでもちょっとまあ一周してじゃないけどそのちょっとカートゥン系あの最近ネットフリックスになんか陰謀論っていう。 アニメがああってまリッキーモーティみたいなああいう感じのカートゥーンネットワークみたいな系なんだけどそっち系めちゃめちゃはまってるマジで見てほしいクソ面白い直木マンションのアニメバージョンみたいなもうちょっと楽しく怖くないインボールみたいな直木マンションために怖くなってくるもんね。ちょっと怖い 周りみたいな見やすいバージョンみたいな俺最近めっちゃ久々に漫画買って「満州アヘン戦争」みたいな「満州アヘン戦争」みたいな漫画なんですけど実話って知って実話と漫画混じりみたいなストーリーは実話みたいなっていうのを知って借りに行ったんだけど昔日本が中国を。 戦いで倒すためじゃなくてドラッグでやっつけようとしてた時の話なんだけど、うん、あっちでアーヘンを作って、えー、アーヘンを中毒にさせてみたらいい、はい、俺やべえもんはまってるわみたいなちょっと一瞬持って読んでる時 <laughs> これだめじゃんこれにハマっちゃうみたいなでも結構ゾクッとした久々に漫画とかで絵とかがすげえもうみんなもう。 すごいいみたなでもこれ本当だったんだって考えるとすげえ実話系ちょっと好きかも映画も映画の実話とかもネットフリックスとかも実話系好きだな結構集中できるよねそうなのドキュメンタリーとかじゃなくてでも結構ちゃんと脚直されてる系うなやつそうんかドキュメンタリー俺結構見ないんだよなドラマにされるとすげえ見やすいすげえそれはわかる映画とかどういうの好きなの最近 これめっちゃ見てたな今週は。何見て俺は見てないな俺ですね。まあちょっと本当最近昨日とか見終わったのはあのダーマ。ダーマね。わあ俺最後まで見れなかった。ダーマね。ダーマ怖かったね。あの一食やつ。わあ行くやつ。だ俺もちょっと中まで見た。なんだでもやっぱストーリーやっぱ面白いよね。そのその人の気持ちとかなんか。気持ち実話だしね。そう実話だね。あと。 同時見てたのがスポティファイのドラマも出てて最近スポティファイのドラマスポティファイの中でスポティファイがどうできたかっていう成り立ちのドラマスウェーデンのやつじゃないそうそうスウェーデンのやつあれめちゃめちゃ面白かったマジで見たいそれ6話ぐらいまでしか出てなくてシーズンなんだそれもシーズン1の6までしかなくて何1週間ずつ出てんのそれなんじゃない多分今それこそ昨日はまって昨日一昨日ぐらいにはまって速攻見たスポティファイのやつあ めっちゃ面白かった面白そう。うん、そうなんだ。いいな。えちなみにみんあの二人は音楽してないときとかどういう,うんのことするの？うん、映画とかなの？やっぱ。うん。でも俺結構彼女とずっといる音楽以外のときは、あそうなんだ。結構最近とか特にずっと彼女といて愛か愛を感じてる。愛を感じてる。いいね。いいね。忘れかけている。<laughs> 愛を感じてる最近。<laughs> 彼女とはどういうアクティビティーするの？何がの。彼女とは。うん でもめっちゃいろんなとこでご飯食べに行くなんか今まで食ったことなかったやつとかこの前カニ食いに行ってカニ食ったことねえなみたいな俺ちゃんと生とかで食ったことねこの前も北海道行ったのに食えなくて食えなかったの食いに行こうとか言ってそういうのやってるねいいねそっかそっかあと旅行とか温泉行ったり沖縄行くの超好きこの前一緒に沖縄行って沖縄大好き沖縄へ来て超いい 回だけしかバケーションって感じバケーションって感じだねもうハワイみたいな感じだ日本のハワイ日本のハワイみたいな本当にい感じいいな俺も沖縄行きてえわでもあのビートメーカーの友達とかと集まってる時もめっちゃ面白い結構もうやっぱコントみたいコントしみんなボケ合ってる俺ら永遠とボケ合っててジャムさんに言われてて最近なんか そのショービーたちは永遠とボケ合うねみたいな突っ込まないんすよねいつまでも俺さそれ本当にこの間その女にも言われたその最近遊んでる子に本当にボケてるね全員ずっとボケてんだみたいなずっと俺らボケてるねツッコミいないみたいなでずっとボケてボケてめちゃめちゃ納得したで終わるみたいなボケ好きだねそうとりあえず俺とかだってもう音楽以外 で本当にやっぱお笑いがメインなんだよね、俺の、ね人,生ね、人生はその。とにかく笑いたいって、これ本当に、まあ、言うたら真面目な会話とかするの嫌いで友達とかといるときにずっと同じことをもうその一日中ずっと聞くとか,なんかそういうなんかアホなことするの好きで例えばその、お前大丈夫っていうのをはまったら1その一日中、お前大丈夫 大丈夫みたいなずっと言ってるみたいなでも結構面白い対応してくれるんよね言ってるやつ反応してくれるんよずっとボケてるって誰もそれに使まないで一日中それもすごいわな確かに一日でも大丈夫それはまたボケとかいいすし面白いんね結構いいめっちゃ特殊だと思う特殊なコミュニティーなの 確かにな、ツッコミ担当大体いるもんね、グループにはね。関西とか行くと、店舗いいなみたいな、イースターとか本当そうじゃん。みたいなこういうこで、最近言われて、めっちゃ実感した、こういうことだ、できないスタイルでも、それ、俺言われて気づいてから、みんなオレンジ来て集まってる時に、俺言ったんよ。な、俺ら、ほんとさ、全員ボケてるよ、みんツッコミいねえよみたいな。誰かツッコミやみたいな。それでもだめだったね。誰もツッコまないよね。 できたっぽい俺らの文化ずっとボケ続ける文化だずっとボケるいいなでもそういうのねうちはうちはで楽しみですいいねいいねそういうとだったやそっかちょっとまた変わっちゃうんだけどさこの間さザホープザホープやばくなかったイエススサイクソデカかったよねクソでかかったし最高だったねもう本当に 準備がやべえなと思って、うん、それこそ酒とか、はい、あのナイキの靴とかもなんかもらえたりあそうなんだそう出演したわみたいな、えー、飯もめちゃめちゃ高級な飯とかが入ってたっぽくて,てそのライブ終わった後にご飯とかも食えますみたいな、はい、チケットとかあるんだけど、うんまあ、とりあえずこれ10万の飯だからって言われてチケット渡されれた <laughs> れ <laughs> あそうなんすねみたいな。 でったらなんかすげえパスタ出てきてやばそうだったもん2種類のパスタとパンみたいな、うんえー、これ10万やべえなっつって<笑><笑>俺これ10万パスタナーラとミートソースとパン1個10万そうなかったけど <laughs> マジうまそうにグッとおい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 うい <laughs> おい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 おおいおお すごくね、1万の料理が食ったことねえわ。予約とかできないってね。何より、だいぶやべえよな。やばかった。初めてだね、あんな大人数で。あと、すげえなと思ったのが、みんな反応いい。やっぱヒップホップイベントってだけあって、みんな好きだし、ヒップホップ。反応もやっぱ、Hands up みたいな、ライツア u プとかで、ライツア u プ行った時よりびっくりした。めっちゃ綺麗だった。全員ライト上げて、ちょっと俺びっくりした。こんな上がんのみたいな。 ちょっと一瞬なんか初めてステージ上で緊張した改めていやーマジでステージ大体ライブ始まったらもう忘れてるからか改めて緊張した大体忘れるよな <laughs> いや俺もマジでビビった俺こっち向いてこっち向いて嘘でしょみたいなもう普通にピカピカだった友 <laughs> のさ 友達いいんだけど、後輩でそのライブ映像を後ろでこう撮ってくれてたやついいんだけど、かるよライトつけた瞬間にその動画見たら友達が、やっ、来たぜみたいな、演技派なんよ、俺らは最近、そつリビングライカ月クって呼んでて、ずっと月クライフが、あのキムタクみたいな、もうずっとセリフなんよ、毎日やってるやつがいいんだけど、でもなんか自分で気づいてないんです、その友達。気いいてな そうだよね<ー>そうなんよでたまにすげえ変なもにやってんだけどたまにほんとすげえ変なとこにカッコつけてくるからこいつとかがでも大丈夫お前みたいな <laughs> 今大丈夫どこでカッコつけてんの <laughs> お前みたいな <laughs> でそいつの口笛からの <laughs> ライトね。そうライトの映像が良かったね。あれ感動した。ホープヤバかったな。ホープヤベ。本当ライブしてもヤバかったし、その本当そうアナキーさんのライブとかも見て、本当すごかったっす。あの後にアフターパーティーもあって、セラビのセで、そこでもあのホープで歌えなかった曲何曲か歌してもらって、そうそう夜もライブして、楽しいつんじゃったな。なんか AK さん ちょっと紹介してもらって話したけど来年もよろしくなみたいな言ってたけど来年もやんだみたいなこれ毎年やってほしいなと思ってやばい今盛り上がってるよねホンにピップでかいの多くない実感が湧いて今年からとかじゃねそう今年だよ本当にポップヨーズから始まりいろんなものやってもうすごいわ素晴らしい素晴らしい子元気にありがとうございますホントにありがとうございますって感じだよねや嬉しいよね やっぱこう盛り上げてきたよねここからねそうですねてるから絶対波はうんうんうんやっぱいい音楽がいっぱいあるからそうだね確かに絶対自分の気持ちと合う曲とか絶対あるね絶対にあるねそうだね確かになちなみにさっきそのアナーキーさんの話がってたんだけどさネバーサレンダーズ」これはこれはあのアナーキーさんが多分ボスでやってるクルーで多分アナーキーさんの好きな アーティストとか入っててシックスティーンとかあとジャンクマンエリック・ビー・ジュニアであとショウィ・レンゾンも入ってるんだけどなんか俺は多分これからバされからアルバムを一本出すって感じで多分なんか第一アーティスト第二弾アーティストみたいな第三弾アーティストみたいな感じで多分ちゃんとアナキーさんが多分これからやっていくんだけど第一弾でシックスティーンって知ってそう出たね。 で多分次第俺、第3弾ぐらいで、うん、俺のアルバムが出る感じでこれは、まあ、言うたらそのいつものショウ・ウィーだけど、うん、ちょっとそのさっき言った臭さみたいな、うん、ちょっと男らしさとかアナウンさんとかがあるはい、はい、そういうのをちょっとインスピレーションされながら作ったアルバムっていう<ー>ちょっとその気持ちちょっと臭いショウ・ウィー・レンゾが。 けと思う楽しみだねそれはもう終わってるあもう終わってんの終わってて今はちょっと準備したりビデオだったりジャケシャだったりでもそれをリリースする前に一発ちょっとその EP 匂わせで EP を出してからバされで出すっていうアルバム一枚今はそういう計画しててへえ世界とかも出てたもんね その曲がアナアキさんが認めてくれた曲っていうかその曲を聞いて「お前やべえ」みたいなそうだったんだ結構んかまた新たなスタートっていう感じの曲でもある俺の中で正解はなんかさ俺気になったところがあってあってるけど間違ってる正解とかねえよこれは何についてだってこれは言うたら ちょっと大げさだけど、本当全てのものだよね。何にでも例えると思うんだけど。合ってるけど間違ってる。うん、まあ、その自分のやってることとかも。まあ、でも、結局、結果的にその自信を持てよみたいなことを言いたいんだよね。<laughs> 正解とかねえから。うん、その自信持ってやれ。あってでも間違っても。正解とかねえ。まあ、音楽とかだったら。特にそうなんだけど。そうだね。音楽って。 正解とかがないもものだだし、うん、絵ととかもそうだと思う思けあアートフォームはね結構正解がな、ね、い、うんまあ、でも本当に「頑張ろうぜ」みたいな、うん、こう何でもこの今の世界は自由だみたいなっていう思いで聴いてほしい聴、うん、いてる人には、うん、なんかちょっと勢いづける感じのはいはい、はい、あそういう曲うん、うん、そういう曲だね、えー、それちょっと気になってたからうんうんね、ええー、そっかちなみに <laughs> なんかこれさあの ちょっと東京で結局3年前とかのかなアシットラップ。アシットラップの話をしてたんだけど。あれはマジでエルとかのアシットではなくて本当に感情のアシットのああ、いや、どっちもだね。あそうなんだ。どっちも。エルの意味もあるし。あとはそトゥリーピとかそういう意味とかもなんかね。今はでもアシットラップというよりかはアシットトラップあ読んでる。自分たちのサえド。アシットトラップ。 まあその自由とかの意味も入ってるかな、うん、俺的には。実際にやったりとかするの、アシッまあ大好きだね。<laughs> 遊ぶのは好きだね <laughs>。一番今まであったクレイジーなトリップとかあったりする <laughs> クレイジーなトリップまあ本当、ほんとファーストトリップがね、なんに。それ以降はなんか全然、なんか本当すげえ、楽しかったみた,みたいな。でも初めて食った時は。うん ガチでもそのあれよディズニーのさ、ま暖房とかのさなんかやばいシーンあるじゃん。あのアリスのなんか森がの顔がとかが見える。本当安南。あそうなんだ。なんかえぐどこで食ったっけ？横浜？あそう横浜の公園なんだっけ名前？なんとか公園なんだっけ？中華街の近くの公園？港未来港未来公園みたいな。のなんか多分なんかあんだけど公園がそこで初めて食って。で階段めっちゃ長い階段があって。 にどう言えばいいんだろう、あのね、ディズニーの映画見てほしい、あんなん、そうなんだ、ディズニーだって思いながら、俺はもう歩いてて、でもなんか、そこはディズニーだって、楽しいっていうのを超えてくるぐらいやばかったね、なんかもう途中から、ちょっとやべえかも、やべえみたいな、酔ってきたわみたいな。俺はその時横浜にいたんだけど、焦って、焦りすぎて。 あの三茶住んでてその時、うん、三茶に歩いて帰ろうとして、電車なくて <laughs> 調べたグーグルで何分かかるのってよ6時間4時間ぐらいで「無理だ」っつって「やめた」ぐらい焦ってた「<laughs> お前け帰りたい」っつって「ファーストートリップだから大変だったもう大変もう分かってなかったもん」「遅らせてよね俺らそっかそっかお兄さんすいません、はい、今何聞いてますかあ、今ですか えっと今、えっと、ゴールデンナッシュポッドキャストのエピソード6聞いてるんですけどなんか今アマゾンミュージカルリミテッドだったら30日間無料で9000万曲以上も聴けるしなんかポッドキャストも聴けるみたいでなんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じですありがとうございますちなみに、まあ、ちょっと話し変わっちゃうんだけど、うん、これから2人がやっていきたい活動とか目標だったりとかあったりする俺は あの来月11月に DJJAM さんのアルバムに入ってるショー「ShowyRenzo とアナーキ c の曲があるんだけど「s u b っていう「s u b にクエスチョンマークっていう曲があるんだけどそれの,あのアニメーションビデオが出るねん。えアニメーション初めてじゃないアニメーション初めてだし結構やばいねそ結構のコラボとかがなんか天野さんとかっていう「Final Fantasy」の。 キャラクターを描いてる人がいるんだけどその人の今年出した新しい絵があってその絵にんか虎の絵なんだけど虎にちょっと乗りながらそういう CG ビデオが出る CG ビデオだからねしかもやばいね結構やばい楽しみだそれが何年したっけそれまだ日にちわかんないんだけど11月の月末とかに 出るかマストチェックですね。やばいぞ、マストチェックです。でもう一人、やばいコラボがあるんだけど、これは言えない。ああ、言えないんだ、まだ。これは言えない楽しみな感じ。え、どういう人なのどういう人も言えないああまあ、服をやってる人だね。ほ服関係の俺が大好きなブランドがあるんだけど、その人がコラボで入ってる激アツ、激アツだ。楽しみにしてください。激アツ案件。はい。やばいっすね。 のは俺,俺は最近結構、うん、その自分でビデオをディレクトしててストーリー台本書いたり一緒に後輩とロ,ロケハン行って場所決めたりやっててそれがポンポン出るんだけど、うん、それの終わりみたいな感じでも、うん、境の線みたいな感じにしたくて次はなんかこう監督を。 ちょっと入れて撮影するんですけどなんかちょっと最近かっこつけんの飽きててももともとかっけえからかっつけんのつまんねえみたいな俺らがかっこつけんもつまんないんですよだからちょっともっと演技してる PV をこっから出していくんでそれをちょっと「You better check」マジで「You better check」本当に音楽だけじゃ止まんないことを見せていきたいですね熱いですねうんやばいねってことで今なまらね 盛り上がって、うん、なんまら注目されてる、もう最先端の勝利のお二人ですけど。これからさらにね、爆心してくれると思うので。いや、爆心していくと思うので。さあ、まだ。いや、ぜい、ちょっと、さあ。なんで、まあ、これからのね、活躍にした期待して。お願いします、ね。はい、また、これからもお願いしますということで、また次回お会いしましょう。勝利、ありがとうございました。なんと、ゴールデンラッシュポッドキャスト。 スポンサークラブ始めますあのこれゴーデンラッシュポッドキャストなんですけど編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやっててなかなかね自分たちベースが札幌なのでの撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオ借りたりだとかコストの方が高いわけですよこれはやっぱりそのプロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったりマイクだったりカメラだったり機材もこだわってますしやっぱりいいクオリティのねコンテンツを皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけどももちろん収益化してるわけであるんですよ なんですけどやっぱりそういうことで今回ねあのサポートしてくれるお気持ちでね「ゴールデンラッシュポッドキャスト」にこれぐらい毎月サポートするよっていうようなねスポンサーっていう形でクラブをね作りたいなと思って。 でこれが、まあ、スポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリンクの方から飛んでもらえたらねもっともっとねあの詳しく詳細どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけどこのスポンサークラブに入っていただいた方は会員制のみのディスコードを使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね他のコミュニティメンバーともシェアできたりとかあとはビハインドシーンって言ってね、あのー、この撮影の現場の裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てていろんなところ回ったりとかいろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況をねお届けできたらなと。 あとは写真だったりとか、あとはね、あの先行配信、あとは限定配信、あとはあの撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとはまあこの一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、まいろいろね、あのリターンがあるわけですよ。で、まあそのプ,プランによってね、いろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、えー、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもね、いろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、あのー、実際に会って話せる現場所、 あとは、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、あのこのクラブをあ通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝敗のリンクから飛んでいただいてね、あのぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソードを終わりたいと思います。では、また、Peace!